もしかすると今度はひねるかもしれません。はい、その辺に注目してみましょう。ひねりを加えました。これは決まりました。やはりスピードもありますし、ええ、いい演技ですよ、この選手も。ただちょっと着地で動きましたからね、これは減点ですね。ここにひねりを加えましたね。第2飛躍での1回ひねりが入ってくるんですね、はい、そうしますと満点はこれ10点ということになりますか。これはもう10点の価値があります。なるほど、ひねりを加えないと9点、9点満点からの減点。そうなんです、ひねりを加えて10点満点、10点満点からになります、はい、9.850 が出ました。